岸和田団じり祭。岸和田団じり祭は、大阪府岸和田市で行われる祭り。岸和田祭、り、または、九州の祭りとも呼ばれる。関西各地で行われる、団じり祭りの一つ。岸和田市北西部、岸和田城下及びその周辺、九州と呼ばれる地域で毎年9月に行われる。1745年、延響2年に、北町の茶屋新江門が、 大阪の祭りを見分し、五図天皇社、玄、岸上神社の祭り、旧暦6月13日に、検討上鎮を掲げたいと藩主に願い出て、許可されたのが始まりである。また、1703年、元六16年、当時の岸和田藩主であった岡部町大が、伏見稲荷大社を岸和田町三ノ丸に誕生し、三ノ丸神社、五国法上を祈願して行った稲荷祭りを始まりと、 する説がある。騎士城神社では、薬病退散の祭りとして、待ち方の人々が始めたのが起源としている。速度に乗った断じりを方向転換させる、やり回しが醍醐味で、栄光コースの曲がり角は、大勢の観客で溢れる。また、断じりに施された、精緻な彫刻も見どころで、休憩時などの停止中に申し出れば、見物を許可してくれることもある。元は、 関西の一地方の祭りであったが、昭和の終わり頃から多くのメディアで紹介されるようになり、一気に全国区の祭りとなった。近年、段尻を所有する町会がさらに増加しており、規模が拡大しつつある。同日開催の春期段尻サイトを合わせて、南北 3.5km、東西 1km の範囲で交通規制が敷かれる。これは南海本線。 春木駅タコ地蔵駅間の4駅すべてが含まれる規模である。2009年度の観客数は2日間で56万人。栄光される団尻。団尻は、総計焼き作り、黒炭等を装飾的に用いることもある。前方に100メートルほどの2本の綱をつけ、500人程度で地元の町を失踪する。林を奏でる大将の和太鼓と金が備えられ、そこに、 忍の笛が加わる。契約には女神が宿るなどと言われ、女性が団りに乗ることはできないが、女児はその限りではない。成人女性も引き出として参加することは可能だが、18歳程度で止めて、あとは男性をサポートする立場に回るものが圧倒的に多い。近世の岸和田城下において縄文を潜る必要性から独自の進化を遂げていった岸和田型の団尻を、 下段尻、以前の形態を残した各種段尻を、上、段尻と呼び分けることある。下段尻は優美なシルエットと、精緻な彫刻で人気を博し、岸和田市内や専修地域以外にも広まりを見せている。岸和田市、泉市、忠岡町、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町で栄光される段尻はすべて、下段尻となっている。 下段尻の特徴である豪快なやり回しは、引き綱の付け根を持つ綱元がラインと速度を決め、屋根状の大工型が指示を出し、第二工法に差し込まれた後ろ手子を外側へ振って行う。その際、前内輪の前へ、前手子を当て、様々な曲率に合わせた微調整をし、段尻の平ら側に乗車するたかり、または、蝉と呼ばれる役が、 外側は降車し内側は増員するなどして遠心力に対応しブレーキ担当者が必要に応じてブレーキを踏む。全てこの担当は左右に一人ずつで互いの呼吸を合わせることが重要であるため親友または重慶程同士で務めるケースが多い。また最新の注意を払う危険な役割であるため禁止している者も,も多い。あとてこの担当は20から30人で 後手てこから枝状に伸びたドンスや手こじりを持っている。大工方は、主屋根に一人、後屋根に三人ほどが乗り、前方の進路を監視して、内輪を使って、補正する方向の屋根の橋を叩く後手てこに指示を出す。狭い路地では小刻みに指示を出す必要がある。半世紀の町、孫、寺といった伝統的な地域中隊に基づく、町会と呼ばれる組織が断辞を所有し、 栄光を行う。いわば祭礼の基礎となる単位で、このレベルでは行政や観光協会などの介入はほとんどない。単に長と呼ばれることも多い。長会の中では年齢に応じて世話人、若頭、組、青年、団などの祭礼団体が組織されている。その中から栄光責任者を選出し、長会長は全体の責任者たる。 総括責任者取る。栄光責任者は、現場の最高責任者として、総括責任者、長会長と共に、二日間の断じり栄光の重責を、担う。不幸にして事故が起きたり死傷者が出たりした際、刑事責任を問われるのは、この、総括責任者と栄光責任者である。行政の長である市長が責任を問われることはない。上記の長会が22長ある。 祭礼地区内を統括的に運営する必要があり、その代表的な運営組織となるのが、岸和田断じり祭礼年番。岸和田断じり祭礼年番で、この年番制度は200年以上続いている。毎年9月1日に、岸和田市、立波切れホールにおいて、三里の寄り合いを行い、その席で、祭りの重要事項を決定する。三里、三湖と呼ばれる、中央地区。 浜地区、天神地区の3地区から各1町が臨番制で、本年番3町となり、本年番3町から各2名、それ以外の19町から各1名が、年番に選出され、このうち、本年番3町の各1名が年番町1名と、副年番町2名を務める。また、翌年の本年番3町から各1名が、年番補佐に選出され、 合計28名体制で運営されている。だんじりの栄光コースは、もともと、紀州街道や昭和台2の往復がメインだったが、だんじり同士がすれ違う際に喧嘩等のトラブルが多発していた。昭和中期頃にすれ違いをなくすために、栄光コースの一方通行化が実施され、必然的に集会型の栄光コースになると、やり回しを醍醐味とする祭りに変化していった。 それに伴って観客数も増加の一途をたどるようになり、加えて自動車の増加による交通規制の問題なども深刻化するようになった。以降、年版の強化拡大を図るとともに、より安全で円滑な運営を目指して様々な組織が結成され、最例庁会連合会、栄光責任者協議会、若頭責任者協議会、若頭連絡協議会、あと子協議会、 センカメリリ連合青年団といった組織ができた。これらの自主的な運営組織のほかに、観客の誘導や犯罪の取り締まりに関しては、警察の協力があり、観光案内などを行うボランティアも見られる。断じりは、ゴズ天皇社の祭り、旧暦6月13日とやワ社の祭り、旧暦8月13日の両日で惹かれていたが、校舎の日程に一本化された経緯がある。 明治に入り、五頭天皇社と八幡社を合祀して、岸上神社と改称し、1876年に新歴9月15日が、霊祭日になった。1966年に9月15日が、敬老の日となったが、2003年のハッピーマンデー制度導入に伴い、2004年、2005年は、再び平日となった。学生や、 サラリーマンなどの引き出が不足して栄光に支障が出ることを踏まえ2006年から本宮の日程は敬老の日9月第3月曜日先日の日曜日に変更されている2009年は本宮が悲願の入り20日と重なり一時は日程の変更も取り沙汰されたこれは仏教的行事である悲願に断じりはふさわしくないという意見が出たためであったが 最終的に予定通り開催された。なお、本来の、三里は、城下建設後の岸和田における町方、岸和田町、浜方、岸和田浜町、村方、岸和田村の三つの地区を指す故障であり、以下の通りに分かれる。括弧内は断じりを所有しない町。上記のほかは、沼村、野村、藤村、別所村、沼野村。 春木村の一部といった岸和田金号の村及び城下の浪松町となり、現在は天神地区と称している。1日目、宵宮の朝6時、市役所から流れるミュージックサイレンを合図に、各町のじりが大阪臨海線岸和田港交差点、通称、カンカン場。岸和田カンカンベイサイドモール前を目指して一斉に出発する、引き出しで幕を開ける。午後1時からは、 岸和田駅前にてパレードが行われる。二日目、本宮の午前七時から八坂神社、午前九時三十分から岸城神社、午前十時から岸和田天神宮で宮入りが行われる。中でも、かつて白入りと呼ばれた岸城神社の宮入りでは、北大手門関から粉から坂を一気に駆け上がっての豪快なやり回しが行われ。 祭りのハイライトの一つとなっている。宵宮は午後7時から10時頃まで、本宮は午後7時30分、頃か11時頃までの間は、明かり入れ栄光、火入れ栄光が行われる。約200個の赤い駒上鎮に照らされただんじりが、老若男女問わず、楽しめる、う歩行栄光され、昼間の、銅に対し、みやびやかな、声を演出する。 比較的道幅が狭い奇襲街道には、年番本部前の交差点、通称、古門、開原、境口門関、内町門関のマス型、通称、S 字といった、やり回しの見せ場がある。テレビ番組でよく取り上げられる断じりが家屋を破壊する映像は、大抵がこれらの箇所で発生するものだ。また、沿道の建物には、大抵、断じり保険という保険がかけられており、 断じりによる損傷修復に備えているのである。パレード、夜間の明かり入れ栄光では、全長岸和田駅前へ上がるが、基本的に、奇襲街道と大阪臨海線の間を周回する。この基本となる周回コース内は、宵宮のパレードごと本宮の午後においては、事実上立ち入りが不可能になるほどの観客数に達する。そのため、紀州街道から浜手への移動が、菊江門橋。 ランカンにおいて規制され、岸和田駅からの移動では、大幅な迂回が求められる。断じりはカンカン場の渋滞を避けて南北に分散する、ことが多くなってくるので、紀州街道の南下、歴史的街並み保全地区を段子が通るや、浜地区の周回、やり回しやりを見るなら多古地蔵駅、大阪臨海線な北上、木町せず、ここで休憩を取る断じりが多いを見るなら、 伊豆大宮駅からの移動が早い。主婦は直接に祭礼には関わらないが、特に本家の場合などは、親戚、縁者が大勢へ押し寄せるため、男性以上に忙しくなる場合がある。料理に関しては、渡りガニや車庫を大量に湯がいたり、関東におでんを大量に作ったりする。紀州街道に沿ったかつての岸和田城下の街並みを、館内全体で再現しつつ、 だんじりと祭りに関する資料が豊富に展示してある。また、岸和田市内の他のだんじり祭、春木、東岸和田、南香森、八木、山台、山台南、山滝も取り扱っている。2018年の開催分について、だんじりがカーブする名所である、元館は付近に、有料の佐治奇跡が設置される予定だったが、運営会社の大阪文庫は、 台風21号の影響で資材を確保できなかったとして設置を中止した。この佐治奇跡については1000から1万円程度で発売された模様だが大阪文庫は返金に応じず当初は10月以降に返金するとしていたがその後同社は閉鎖され電話も通じなくなっている模様である。岸和田市には苦情の電話が殺到しており大阪府警察も情報収集を進めている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。